とにこんにちは。本日はこちらの件名の詐欺メールを紹介します。amazon.co.jp でのご注文、そして注文番号1点です。まずはじめに詐欺メールの内容を紹介します。その後、詐欺メールの中のリンクをクリックしたらどうなるかを試してみます。こちらがですね、詐欺メールになります。差し出し人は Amazon ですね。件名は amazon.co.jp で,では内容なんですけれども誰かがあなたの Amazon アカウントを使用して別のモデルデバイスからこの注文を購入しようとしました Amazon のアカウントセキュリティポリシーに従い Amazon アカウントを凍結しましたアカウントが盗まれる危険性がありますこの注文を一度も購入したことがない場合は24時間以内に以下のリンクをクリックしてこの注文をキャンセルし アンカウントを復元してくださいとなりますそしてこの注文をですねキャンセルしようとしてリンクをクリックするとどうなのかをやってみますリンクをクリックするとですねこのように表示されます偽のサイトにアクセスしようとしていますこのアドレスでは悪意のあるユーザーによってソフトウェアのインストールや個人情報パスワード電話番号クレジットカードなどの入力といった危険な操作を行うよう誘導される可能性がありますとなりますそしてですね この警告を無視してアクセスするとどうなるか。そうするとですね、このように Amazon のログイン画面になります。e ー a i とパスワードを入れるように促されます。以上です。いかがでしたでしょうか今回の詐欺メールの懸名は、amazon.co.jp でのご注文、注文番号1点です。Amazon を利用している人は、 特にこのような詐欺メールは引っかかりやすいです。詐欺メールと見極める一つが差出人のメールアドレスや宛名です。メールアドレスが正規のものでなかったり、宛名がメールアドレスなどのは詐欺メールとなります。まあ問題がありました的なメールを受け取ったら、まずは詐欺かもしれないと思って対応しましょう。本日の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。